京塚古墳は、山梨県笛吹市一宮町にある古墳。古墳時代終末期の7世紀前半と推定される、八角墳、山梨県指定史跡、甲府盆地東部、旧一宮町西部の笛吹川、四重神奈川線上地上に位置。標高は348メートル。周辺には、古墳時代後期から、終末期の国部古墳群が分布し、続く、 奈良時代以降の開国文字跡や、開国ブアマデラ跡も見られる。古墳の存在はそれまで知られており、6から7世紀の小型円墳と推定されていたが、1994年に水害防備保安林を森林公園として整備する際に、山梨県教育委員会による調査が実施され、全国で9例目、東日本では3例目にあたる八角墳と確認された。 発掘調査により石室は全面解体され、復元整備が施された。出土遺物は少なく、築造機の鉄符の他は二次的な、貝型肺や人骨が見られるのみ。古墳の規模は直径12.5メートル、高さ2.2メートル、横穴式石室を有する。築造年代は、近辺の終末期古墳との類似や石室構造、出土遺物の鉄符から、 古墳時代終末期の7世紀前半と推定された。出土遺物は山梨県埋蔵文化センターに保管され、古墳は山梨県森林公園近側の森として整備が完了している。八角墳は古墳の形態変化の過程で生じたものではなく、思想的影響であるものと考えられている。八角形が鎮魂の意味を持ち寺院建築にも応用されている仏教思想や、 天使の祭礼や皇帝礼儀の象徴的意味を持つ中国思想的宇宙観の影響によるものであると考えられており、日本では儀内での天皇陵のほかは、西日本では兵庫県、東日本では東京都多摩市の稲荷塚古墳、群馬県藤岡市の伊勢塚古墳、北群馬郡吉岡町の水戸や古墳の例があるのみであった。山梨県内では盆地南端の曽根丘陵に分布する。 古墳群のうち、4世紀後半の会長静か古墳を中心とした、機内色の強い大型古墳が分布し、早くから機内王権との関わりが指摘されていた。やがて盆地各地に大型古墳を築造する勢力が出現し、奈良時代には盆地東部の豪族が新たに機内王権との関わりを持ち、政治的中心地も選っている。 京塚古墳をはじめ関東での八角墳の例により、それまで皇族など最高主町層に限られていた。古墳時代の母性が東国でも採用されていたことが明らかになった。1994年に実施された石室の復元工事では、クレーンなどの重機を用いず、山梨県内で、神楽らさんと呼称される木製の巻紙機を用いて、石室の解体作業を実施した。ありがとうございます。